牛肉にこだわったジューシーなパテはどんな具材とも相性バッチリ。食べ応え抜群の大きなハンバーガーにガブリ。至福のひとときです。たまらんですね、本当にたまらんですね。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。チーズめっちゃ好きなんで、もう多分チーズ好きにはもうたまらん一品になってます。松本市のバーガー&ガズリーグリルビーズです。東京に住んでた頃もあったんですけど、それが20代前半ぐらいですかね。その時食べたハンバーガーとそのビールの組み合わせに結構衝撃を受けまして、美味しさとあと大きさ、今までちっちゃいのしか食べたことなかったんで。オーナーの関山翔太郎さんは東京の専門学校を卒業後、16年ほど東京や松本市の飲食店で働き、夢だった自分の店をオープン。これ山賊焼きで、ハンバーガーは何度も試作を重ねました。5キロぐらい太りましたね。国産の赤身を使っているので、こう大きいんですけど、最後まで食べきれてさっぱりしているというか。お客様のところに持っていくまでと、お客様が袋に入れたりして食べる時間とかもちょっと計算しながら、一口目でこう一番いい状態に持っていけるような。失礼いたします。お待たせいたしました。アボカド弁当です。はい、すいません。とても美味しいです。お肉もジューシー、ボリューミーなんで、大変なところもあったんですけど、でもそれもやっぱ一つの醍醐味なのかなと思って満足ですね。食べづらいって言ってくれるのが逆に褒め言葉みたいな。ターゲットとしてはやっぱ20代30代の女性男性取りたくなるような、あの店内作りだったり、あとはハンバーガーのこう見た目とか、そういうのもやっぱり考えてこだわってはいます。店内は思わず写真を撮りたくなるレトロでアメリカンな空間。女性をターゲットに2種類のハンバーガーが楽しめるミニサイズのセットも。スタッフ一押しのアボカドベーコンチーズバーガー完成です。アボカドたっぷりのボリューミーなハンバーガー、滑らかな食感とジューシーなパテの組み合わせは最も満足感を得られるそうです。もうハンバーガー食べるならグリルビーズだよねって言ってもらえるように、こう地元密着じゃないですけど、地元の人からこう愛されて、ハンバーガーといったらここっていうような店にはしたいなとは思います。